チュニック状の衣服を身につけた妊婦マタニティウェアとは妊婦用として作られている衣服の総称マタニティドレスとも呼ばれる妊婦の体は胎児の成長に伴って服位が大きくなり臨月には1 0 0トルを超えることも珍しくないまた授乳に備え一部差が大きくなり脅威も増すしかしその他の部位のサイズはそれほど大きな変化はないため 肥満とは異なる独特の体型となる。そのためこのような体型に合わせ、かつ腹部を締め付けないような形状の衣服が求められる。TPO に合わせた各種の衣服でマタ、ま、ニティウェアが製作されている。また出産後も授乳服や通常の衣服として着用が続けられるよう工夫がされているものが多い。ウエストの締め付けが存在しないワンピースやジャンパースカート、 チュニックは古くからマタニティウェアとして用いられている。イラスト等で描かれる妊婦の多くがこのような衣服を着用しており、妊婦のステレオタイプな服装として認識されていると言える。腹部前側の布地を大きく取ったデザインになっており、腹部の大きさに応じ布地を追加、取り外して服を調節できるものもある。また、マタニティウェアとしての服を用意せず、 ゆったりとしたデザインの一般的なワンピース等を買って間に合わせる女性もいる。トップスやコートは主に福井の前面を大きく取り、竹が長めにされている。ゴムやボタンで福井を調節でき、ワンピースなどと同じく布地がパーツごとに分かれていて、追加や取り外しにより福井を調節できるものがある。出産後も継続して使い続けられるように、 授乳がしやすいデザインとなっているものが多く、コート類ではママコートと兼用できるようなものもある。スカートなどは、服衣が大きく、ウエスト部がゴムになったものが使われる。ズボンの場合は、太ももより、部は一見通常のデザインだが、腹部が伸縮性のある素材になっており、スパッツ型のものが多い。布地がパーツ分けされていて、服衣を調節できるものもある。 ショーツやタイツ、スパッツは服着を大きく、また上を長くして、腹部をゆったりと包み込むようになっているデザインのものが売られているが、腹部の大きい部分に影響されずに履けるローライズの下着などを着用している女性もいる。乳房の発達によるバストサイズの変化やアンダーバストも増すことから、締め付けが少なくかつ産後に授乳ブラとしても使用ができる、マ、ま、タニティブラがある。 和服はもともと体型の違いにあまり影響されない構造のため、妊娠中でも、子宮部分を避けて帯や紐を締めるようにするなど着付けの仕方を工夫することにより、妊娠前と同じものを着続けることができる。ただし着崩れないようにかつ安全に着付けるためには、技術を要する。ありがとうございます。